今回はジャガイモの収穫を行うということで、私も6年生に混ざって頑張りたいなと思います。お願いします。6年生が4月に植えたジャガイモがついに食べ頃に。ジャガイモってどこになんかわかる？キムチの中。違う違う違う、じゃなくて地下茎。ほう、なんだ知ってた？地下茎って言って根っこじゃなくて茎が出てここに膨らんで、ジャガイモは美人のね、さつまいもは根っこが太るの。今回はホクホクした食感が人気の北あかりと、気品ある味わいが特徴のトーヤ、2種類のジャガイモを収穫。早速エイスケ先生に収穫のコツを教わります。斜めに刺すと刺さる可能性から、まっすぐこう刺してね、こう上げる。わぁ、ちっちゃい。でっかい、でっかい、でっかい。赤ちゃんとか。あ、すごい、いっぱい出てきた。そして傷つけないでしょ。小学生たちもいざ実践。あ、すごい、いっぱい出てきた。ほら、多いのあります。いいね。え、下にいっぱいあるよ。あの、これ、うん、あるある。わぁ、すごい。ガネコさんも収穫に挑戦です。多分誰かいる。多分いる。多分。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いきます。はい。わぁ、もし持ってってなかったね。あら、もうちょっと隣行ってみる。はい。お、あれ、これこそまさに空振り。空振りかと思いましたが、あ、いましたね。豆粒ぐらいのじゃがいもがいました。ね、これのために掘ったんだよね。はい、そう、これのために掘ったんだ。今中にはこんなじゃがいもも。なんかこれ緑っぽいのもある。この緑色はじゃがいもの皮は日光に当たることで緑色に変色。このまま食べると食中毒になる恐れも。緑色の部分は取り除くなど十分に注意が必要です。うえい、大きいね。収穫を始めてからおよそ30分。今年はカゴ3つ分の大豊作。これ収穫するってどんな気持ちですか？大きくなったなって思う。大きくなったなって思う。こんなに取れて嬉しいね。この日の収穫は6年生のジャガイモだけではなく、頑張れ。あ、できた。できました。ハッシュキュウリ取って。1、2年生が育てているキュウリも収穫。どうやアルファベットが、はい、あー、チクチク。あ、全然取れないんだ。あれ、あ、できた。ありがとう。あ、できました。大きいな、大きいね。イエーイ。取れたてのキュウリは早速1年生のみんなと一緒にいただいちゃいます。キュウリのお供は特製味噌マヨ。味噌マヨをたっぷりつけていただきます。いい音。みずみずしくて味噌も甘くてコクがあって最高です。おいしい。おいしい。ママにプレゼントしちゃう。ママにプレゼントしたい。かわいい。あまりの美味しさに、つい結局食べれなくなっちゃう。あ、すごい、3本目だ。3本目、すごいね。キュウリ大好きだね。さらにこの後、ナスも収穫。野菜に触れて、食べて、魅力を学んだ一日でした。